リビングで寝ていた70代の男性。近くにあったスマートフォンや小銭入れなどがなくなっているのに気づいたのは翌朝のことでした。住人が寝ている隙を狙って窃盗を働く忍び込みの手口。今月19日夜、札幌白石区の住宅からスマートフォンを盗んだとして、ベトナム人の技能実習生チャン・カン・ホイ容疑者が今日までに逮捕送検されました。逮捕につながったのは1枚の毛布でした。白石区にあるこの橋で毛布が見つかりました。男はこの橋の下で野宿をしていたとみられています。同じ忍び込みの手口で白石区の別の住宅で毛布が盗まれたことから、警察は犯人が野宿をしている可能性もあると考え、橋の下を調べて回ったところ、警察が橋の下を調べていると、あちらの土手から現れたのがチャン容疑者でした。男はこの隙間で潜伏していたのでしょうか。今もハンガーが残されています。チャン容疑者の所持品の中に白石区の男性のスマートフォンが見つかり、警察は住居侵入窃盗の疑いで逮捕しました。調べに対しチャン容疑者は容疑を否認しています。チャン容疑者が技能実習生として働いていた建設会社から突然姿を消したのは1週間前の今月18日。忍び込みによる窃盗事件が白石区、厚別区、江別市で合わせて十数件続いた時期に合致するため、警察は余罪を追及する方針です。窓や玄関は鍵をかけて就寝するよう警察が注意を呼びかけています。